神宮進むは日本の彫刻家。風や水で動く彫刻のほか、絵本、舞台作品などを発表し続けている。イタリア滞在中に絵画からレリーフ作品、さらに立体作品へと分野を変えたが、帰国後の作風は動く立体作品で一貫している。高さ数メートルのスチール製の彫刻も多く、屋外に展示されているものも多い。風や水で動いたり、 光を巧みに取り入れることで自然との一体感を生む作品に特徴がある。空気の専門家の異名がある。近年では、喫筆と仲間たちやウィンドキャラバンなど地球の素晴らしさや大切さを表現する企画に熱心に取り組む。舞台演出、絵本の執筆などを多彩な活動を行っている。宮城県美術館の地の旅人福岡市水上公園の風のプリズム、 倉吉博物館の遠い子玉造形作家と紹介されることも多い。彫刻と共に日本、ニュージーランド、フィンランド、モンゴル、モロッコ、ブラジルの6カ国を訪れた。ワークス、主な作品。ススムシング、2014年7月16日閲覧。ビブリオグラフィー、書籍、作品集、絵本。ススムシング、2014年7月16日閲覧。 プロフィール新宮進偶進略歴進む新宮、2014年7月16日閲覧ありがとうございます